佐々木信夫です。八戸酒場百選、今宵もうまい酒、うまい魚、そして良き酒人を求めて八戸のロマンあふれる酒場をさまよいます。この番組はご覧の各社の提供でお送りします。はい、八戸酒場百選、今日の1軒目は弥勒横丁、この三日町の入り口のところにありますととやいかせんさんにお邪魔したいと思います。カツイカが有名なお店です。今日は地酒と一緒にカツイカ堪能させていただきたいと思います。それでは早速お邪魔します。お邪魔します。今日はよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ととやいかせんのご主人の木村さんです。今日はですね、もうカツイカ料理ということで、はい、もうすごいもう有名ですよね、こちらの店、ね、ありがとうございます。なんかテレビの取材も結構来てるという。おかげさまで。いや、もう有名なお店に今日来れても光栄でございます。ありがとうございます。ということで、カツイカ料理、はい、を今日はいただきたいんですが、はい、一番このお客様に人気のあるカツイカ料理って何でしょうか。息作りですね。息作り、はい、じゃあ息作りをぜひちょっといただいて、はい、あとじゃあ八戸のやっぱりイカといえばやっぱ地酒をちょっと合わせたいんですが、はい、何かこの地酒で美味しい、やっぱり合うのは八選でしょう。八選、はい、じゃあ、カツイカの刺身と、はい、八選、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、お待ちどうさまでした。はい、うわー、すごいボリュームですね。これ一杯分ですもんね、はい、うわー、はい、あ、皿、うわ、皆さんこの醤油皿、こちらにもイカさんがいらっしゃいました。すごいこだわりですね。ね、私このイカ風を溶かして食べるのが好きなんで、ごめんなさい、今日はもうちょっとイカ風を溶かさせていただきます。はい、どうぞどうぞ。あ、すごい、このイカ風が溶けない。そうなんですよ。カツイカは風がプリッとしてるもんで、溶けていかないんですよ。結構ね、新鮮じゃないものを出すところってすぐ溶けちゃうんですよね。溶けちゃいます。はい、うわ、これ本当に、でもさっきおろしてましたからね。実際生きてたやつを。じゃあ早速いただいてみたいと思います。さあ、いただきます。うん、これはね、甘さもすごいですけど、はい、なんていうの、この噛んでも噛んでも味が出てくるような、このすごい美味しさですね。はい、歯ごたえもね、全然やっぱり違います、ね、歯ごたえ全然違います、はい。もう一つごめんなさい、私大好きなのこの耳なんですよ、実は言うと。あ、うん、耳はさらにこのコリコリ感が。ちょっとお酒飲ませてもらっていいですか。どうぞ。これがまた地酒に合いますよ、最高。今ちょうど脂が乗ってきて、やっぱりで水槽入れててもカツイカ入れると水面に油が浮いてくるんですよ。麩の油が浮くんですか。浮いてくる。それぐらい油が乗った麩なんですか。人生で食べた中で一番美味しいイカなんですが。ありがとうございます。ものすごくここに素材の凄さも感じるんですけど、はい、腕の良さも感じちゃうんですけど、はい、前大将はどちらで働かれたんですか。八戸ではワシントンホテルの方で。ワシントンホテル、はい、もしかして33元そうです、はい、あそこも美味しいですよね。ありがとうございます。その後どちらか。その後は八戸の多賀台の方で店やってました。はい、なんていうお店ですか。カタローっていう店なんです。カタロー、はい、ごめんなさい、私ね、このカタローってお店、はい、ある人から聞いたんですけど、はい、行ったらなかったんですよ。ああ、ちょうどこっち来た時じゃないですか。もう一品ですね、はい、もうこれだけは食べて帰ってくれっていうお料理、はい、何かございますか。イカのゴロ焼き、はい、これ筆で絡めたやつです。筆焼いたやつ、はい、うわー、もう大好物です。はい、お待ちどうさまでした。うわー、すごい、もう見るからに美味しそうですよね。いただきます。はい、うん、このまたイカが新鮮なんで、はい、ゴロ焼きも他で食べたことないぐらい歯ごたえがいいでしょ。歯ごたえがすごいいいです、はい、噛んでも噛んでも味が出てきますね、
美味しいですわ。さあそこに田心、はい、ちょっといただきます。この麩のちょっととろっとしたやつを、はいはい、この田心がすごい洗い流しくて、もうすごい最高の組み合わせですね。そうですね、ものすごくこれ美味しいんですよ。ありがとうございます。でもなんか食べきってもなんかこの汁が残りそうで、はい、これなんか私あるんですよやっぱり、はい、最後はそれにあのご飯を入れて混ぜて食べる人が食べたい。すごいカツイカ、イカに対しての思いを、はい、こだわりすごい感じたんですが、はい、その他にも、はい、ものすごくこだわり感じるんですが、はい、あえてですねうちは青森の食材にこだわってました。やっぱり、はい、メニュー見るとすごいですよね、はい、いやもう今日はもう料理もお酒も本当に堪能させていただきました。ありがとうございます。ありがとうございました。もう私これから通いたいと思ってるんですが、はい、イカセンさん、はい、これからどういうお店にしていきたいと思います、はい、集まってでいろんなことをこう語り合う、そういう店にしたいですね。いやととやいかせんさん、私八戸人ですけど今まで人生の中で一番おいしいイカ刺しを食べたような気がします。さらにはもう本当にもう地元の料理県産品にこだわってるマスター大将の気持ちを思いを感じました。今日はもうすごいおいしかった。感動を追求する、その先の未来へつなげていくために私たちはこだわります。思いをデザインする、それが元気を作るアイデア。私たちはテクノスです。大地の恵みと南部陶磁の技が織りなす珠玉の一品、陸奥八仙、陸奥男山、華やかな香り、芳醇な味わい、今宵のお供にどうぞ八戸酒造。スマホでタクシーを呼ぼう。みやごタクシーのアプリをダウンロードして場所を指定するとすぐ呼べる。スマホで乗れる八戸みやご交通。はい、2軒目の酒場は、こちら六日町味ビル2階にありますカフェ&バー、カフェバーですね、カフェバーソウルトゥーソウルさんにお邪魔したいと思います。この番組でも初めてのジャンルのお店かもしれません。それでは早速お邪魔してみたいと思います。いらっしゃいませ。なんかすごい女性が4人前に立って、はい、んでちょっと汗が吹き出てきてるんですけどすみません、せっかくなんでちょっと、はい、ご紹介いただいていいですか。はい、ゆきこ、ゆきこさん、はい、お願いします。で、りょうですね。りょうさん、はい、担当は何なんですか。担当はないんですけど、でも あの料理よく作りますね。料理を作られる、はい、はい、一番若い千秋です。よろしくお願いします。一杯目ちょっとビールいただきたいんですけど。ビールを、はい、はい、あのビールがセットで1000円のおつまみセットっていうのがあるんですけど。それいいですね、はい、ビールの銘柄は何ですか。はカールスバーグです。ビールは泡がいいのし、素晴らしい泡ですねじゃあカメラの前の皆さん一緒に乾杯しましょう。乾杯。お待たせしました、はい、おつまみセットに。うわーすごいボリュームですね、はい、これは何ですか。これはこちらチーズフィンガーになります、はい、チーズフィンガーはケチャップをつけてお召し上がりください。うわ美味しそうですね。こちらがチキンクリスピーとチーズとミニトマトとオリーブの串になってます。これも一気にガッといっちゃいますよ、うん、カリカリのチキンクリスピー、脂っこい感じなんですけどトマトとオリーブでもうすごいいい感じにぴったしですね。こちらはなんかカクテルが結構有名だっていう話を聞いたんですよ、はい、あの八戸市長杯のあの、はい、カクテルコンペティションにもなんか出場してるっていう、ね、そうですね、2人が、はい、
はい、これが何ていう？オッテリアアルモニコというカクテルになります。これはオリジナルですか？はい、いやこれ本当に癖になる、美味しい。うん、ちょっとさっきから気になったんですけど、はい、このカクテルもこの黒い皿で、はい、あと料理もこの黒い皿、これはなんか特別な皿ですか？はい、これ石のお皿になってまして。石ですか？はい、え、重い。確かに重いですね。はい、石だと冷やして出すとそのままアイスを乗せても溶けなかったりとか、はい、すごく便利なんです。ということは、あったかいものは、はい、そうです。うわ、気配りが効いてますね。次に何かちょっとおすすめのカクテルってありますか？はい、2ヶ月に一度変わる季節限定のカクテルメニューっていうのがありまして、はい、スタッフ一人が一生懸命考えてますので、こちらから。あ、そうですか。ちょっとじゃあ見させていただいていいですか？はい、今パッと目についたんですが、この秋酔い、今もう秋になって、はい、なんかちょっと秋っぽいその季節を感じるカクテル飲んでみたいですね。うわ、これが秋酔い。はい、なんかこれ菊の花が乗ってるんですね。そうですね、もう見るからに秋っていう感じで、月でも見ながら飲みたいカクテルですね。さあちょっといただいてみます。あー、結構きついですね。これは鼻に菊の香りが入ってくるんですね。すごい秋を感じるいいカクテルです。これはどんな時に思いついたんですか？はい、日本には古くから栗ご飯を食べながら菊の花を浮かべた菊酒を飲むという風習があったんです。はい、それを取り入れて日本の秋を表現しようと、栗のペーストと菊の花を使ったカクテルを創作しました。いや、結構今日いただいてるカクテル一つ一つ結構強いと思うんですけど、アルコールがね。でも美味しいんで、また行っちゃいました。さ、3杯目いきたいと思います。おすすめをいただきたいんですが、寒くなってきましたのでホットのカクテルはいかがですか？いいですね。こちらインザトワイライトというカクテルになります。ウインナーコーヒーみたいで、なんか最後いただくには最高に素晴らしい、なんかぴったりのカクテル。じゃあちょっといただいてみます。甘いんですけど、これウイスキーベースなんですかね。ウイスキーの味がすごい効いてて、大人の味ですね、意外に。いや、今日はもうすごいこのカクテル、皆さんのこだわりのカクテル堪能しました。以前何かとちょっとお邪魔したことあるんですけど、その時よりもかなりもう進化されてますね。もうこれから店長はこのソウルトゥーソウルさん、どんなお店にさらに進化させていきたいと思いますか？お客さん同士だったり、スタッフとお客さん、スタッフ同士もなんですけど、思いやりあったり、一緒に楽しんだり、交流を深めながら、こう愛があふれるお店にしていきたいと思います。ということで、もうグラス巻いて、もう一杯カクテルがいただきたいなと思いながら、店長、少し長居をしたい気持ちになってきましたんで、少しボリュームのある皆さん人気のなんかメニューってありますか？はい、チキンバスケットはいかがですか？いいですね、チキンバスケットと、そしてまた次のおすすめのカクテルをお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。皆さんぜひいらしてください。いやー、ソウルトゥーソウルさん、若い女性が4人、でやられてるお店なんですが、非常にそのこだわりとまた優しさっていう、この女性本来の雰囲気を作ったいいお店だなと思いました。まだまだ若い彼女たちがどういうお店をこれから作っていくのか楽しみです。ということで、次のお店に行ってみたいと思います。この番組はご覧の各社の提供でお送りしました。